最近な、悪魔の力がよく現るもんだな。そう、それなんだよ。無駄にリアル部屋のデスクがでかいもんだからね、せっかくのフルドラの精度、足のところまでレーザーが届かなくて大きく下がっちまうんだ。ということでね、いよいよ俺も本気を出す時が来たんじゃないかなって思う。プレイエリアを拡張するべく、部屋を大きく模様替えをして、スペースを確保するっていう作業を実際にやってみた。それでは、初公開。初公開？いや、ツイッターで公開したな。はい。VR もできるようになった YouTube クリエイターの作業部屋が、これだ！いうわけで現在グリーンバックスクリーンで収録をしております。いかがですか？だいぶ広くなったと思いません？ねえ、ほら、これで自由自在に VR ができるんじゃないですか。それにね、足のフルトラッキングも余裕だと思いますよ。じゃあ何がどういう風に変わったのか詳しく確認していきましょう。ちなみに実際の収録映像はこのような感じになっております。実際の部屋と同じようにライトをね、配置をして、テーブルに模したキューブのオブジェクトと、あとはプレイエリアを模した床をこちらの下のところに置いております。これをね、フォトグラメトリでね、実際の部屋をモデル化して配置することができればいいんですけども、まあそこはまだ練習ということでね、暫定的な配置ですよ一応。さあ、こんな感じでいよいよフルトラッキング環境というのを整ってまいりました。これでね、資格はないでしょ多分。あとはこれでどういうバーチャル YouTuber コンテンツを作っていくかにかかっておりますね。俺もね、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、今回の動画面白かったという方はぜひ高評価を、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひともルミナスタジオサブスクライブよろしくお願いいたします。まだフルトラ環境にはちょっとトレーニングが必要かもしれませんね。ただね、この滑らかなシャボン玉ムーブがね、できるようになったというだけでもフルトラはかなりの意味があると思いますよ。だってね、この旋回はね、人間じゃできないですよ。おう、ああ、あ、あ、やめたまえ。やめたまえ、悪魔の力、悪魔の力が、あ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 、よっしゃ、よっしゃ。はい、悪魔の力に耐えました。まだまだフルトラッキングには研究が必要かもしれません。